まもなく日没です。やはりね、ピラミッドは何度来てもいいですね。圧倒的な迫力と存在感。ちょっとこの景色はないよね。すごいわ。今日はライトアップショーを見てみたいと思います。すごい。さて、ラマダンの日没です。みんな各家庭で今はね、食事が始まってますね。それでは私も噂のピザハットに行きまして、ピザハットが食べたいというよりは、ここはピラミッドとスフィンクスが目の前にある、ちょうどその場所に、一番いい場所にピザハットと KFC の建物があるんですね。でそこで注文して、またプラスアルファのお金を払うと、そこの屋上でベストポジションでライトアップショーを見ることができるということで、そこに行ってみたいと思います。さあ、はい、ラマダン見る、ピザと飲み物を注文して、いよいよ屋上階に登っていきます。さあどうでしょうね。楽しみだなと思って結構心配したんですけど、いろんな人いるのかなって。誰もいないですね。無ですね。これはいいんじゃない。私が泊まってるホテルからももちろん見えるんですけど、やはりね、このど真ん中で見るスフィンクスがガッとね、見るその視線の先に KFC があるということで、チキンが気になってるわけじゃないと思うんですけどね。贅沢だな。なっても始まんなかったです、ショックで。聞いてみたら、多分ラマダンの影響で時間がずれてるんですね。8時半からだって言われて、6時半から待ってた私は何なのと。まあでもね、見れるということで、まあ楽しみにしましょう。ついにライトアップショーが始まります。嬉しい。諦めたからね、一度は。いやー、ほんとね、1時間半遅れるなんて誰も思いませんよ。ね、これもラマダンのね、影響で、遅れたということですね。まあ、見れるっていうことでも、それだけで嬉しいです。متطلعة لعودة الانتصارات ومحاولة التفرد كمان وكمان وساعاته أفضل ساعة إنه شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر القرآن وشهر الاستغفار وشهر الدعاء ハンブレヘンリー、
ラマダンの時に特に飲まれる飲み物です。これな、何でしょうね、この黒いのは。もちろんチャレンジしましょう。甘っ。でも爽やかだな、美味しいな。なんだろうこれは、果汁っぽいけど美味しいね。あとは他に美味しくないやつ。美味しい、これめっちゃ美味しい。この2つの飲み物同じに見えるでしょう皆さん。こっちがタンブレヘンディ、果汁がちょっと入ってて美味しいです。こっちはね全然違うんですよ。中国の漢方みたいな味がする。これなんて言うんですか。アレソース。健康にはいいんですけど、あんまり不思議な味。いいですね。明け方は涼しい。いや、ピラミッドは最初ただのお墓だと思ってましたけど、食べ物がその中心こう中で腐らないとか、人によってはね、なんか電気を発電してたんじゃないかとか、なんか特別なこう構造、ただのお墓とか建築物という域を超えている、そういう謎がある、建物ということで、非常に神秘的ですね。まだまだ明かされてない謎が多いね、そんなピラミッドですけど、そういうこともあってなのか、ただ大きさだけっていうことじゃなくて存在感がやっぱ違いますよ。広大で広いので、正直歩くの結構大変ですね。ラクダとか馬、馬車とかうまく使えたらいいと思うんですけど、結構値段交渉が大変ですよ。そこら辺をねクリアできるならば、でも炎天下の中でね徒歩で歩くのは結構大変なんで、乗ることをお勧めします。Thank you.
静かに鑑賞したいんですけどね、常に声かけられますからね。これがエジプトです。これも含めてエジプトですよ。いやー